なんで山田先生運搬に小テストカンニングしたことチクってんだよ。だるいわ。うわワンチャン無敵かな。うわマイクしかねえな。木下先生、あの体育館の鍵さ。あ、オッケーオッケー。失礼します。あ、運搬先生、すいません、失礼します。おお、お疲れお疲れ。あ、そうだ、俺呼び出しとったな、お前のこと。ごめん、完全忘れとった。てかもう、髪伸びたお前。あ、いや、そんな。なんか俺、久しぶりにお前みたいな気がするけど。まぁ、ちょっとごめん、プリントさ、ちょっと取りに行ってくるから、ちょっと待てる。あ、もうめっちゃちょっと、すぐ取ってくるで。ちょ、ごめんね。はい、ちょ、ごめんね。ちょっと待ってて。わぁ。え、ちょっと待って、機嫌いいな。このワンちゃん大丈夫かもな。機嫌いいとき、プリント大丈夫だもん。え、どこ行ったかな。まぁ、いや、うん、ごめんごめん、ちょっとプリントなかった。で、なんだっけ、たぶんお前、カンニングしたんだっけ。あ、はい、すいません。ほうほうほう、はい、失礼しまいました。何の何？国語の小テストです。あ、小テスト？はい。あ、ね、小テストなんで、あ、そう、俺山田先生から、あの、定期テストみたいな感じで、なんか、そんな感じのニュアンスで俺聞いとったから、あ、なんだ、小テストなのね。そうです。なるほどね、はい。それで山田先生に怒られて、はい、で、俺に言ってきたってことが、そういうことね。それ何、どういう感じで、何を、どんぐらいカンニングしたの？まあ、手に、はあ、まあ、この、答え書いて、10問ぐらい。10問？はい。お前、はい、正直やな、お前。大体そういう時お前、2問でしたとか3問でしたとかちょっと嘘つくのに、お前。10問ですって、お前、正直すぎるだろ、お前、バカだれが、お前。そう正直、10問じゃないだろ、12問ぐらいだろ、お前。15問。お前、バカだれが。何やっとんだお前、さらに上行くとは思わんかったわ。そうかそうか。じゃあとりあえずサッカー部ははい、タイムでよろしく頼むね。よっしゃ。え、木下先生、体育館の鍵なんだけど、先生2階に置いといて。すいませんでした。どうした？すいませんでした。いや、だから別に謝ってもいいんだけど、カンニングしたので、別に小テストだろうが定期テストだろうが何だろうが、カンニングしたことには変わりはないし、ルール違反をしたことにも変わりはない。じゃあお前練習試合だからって変なことする？公式戦だけ頑張る？ダメでしょ。そんなやついらないじゃん、チームに。公式戦だけ頑張ります、定期テストだけ頑張ります、そんな人材いらない、サッカー部に必要ない。うん、お疲れ。ただそんだけ。どうした？いや、すいませんでした。いや、すいませんでした。ダメだよ、ダメダメ。すいません。ダメダメ。すいませんでした。ダメダメ。ダメ！ダメだよ！ダメダメ！ダメ！すいませんでした。ダメダメ。定期テストだろうが小テストだろうが、カンニングはしちゃいけないから。すいませんでした、本当に。ダメだって。ダメダメ。ダメダメ！ダメだよ！ダメ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 ！ダメ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 。いや、もう。変わらないよ。何言っても変わらない。罰走でも何でも。ダメダメ。ダメダメダメ。ダメだって。ダメだって。ダメ！お疲れ。